それでは検討委員会後の記者会見を開始いたします。記者会見、列席者につきましては本日受付でお渡しした資料名札等を参考としてください。本日の、検討委員会の議論を踏まえまして、検討委員のご検討についてご質問をお受けいたします。なお検討委員会の議論に関係のない質問につきましてはお受けできませんのであらかじめご了解願います。質問につきましてはまず座長に受けていただき続いて委員の方からお答えをいただきます。質問につきましては本日の議事の順番に関わらずお受けいたします。終了時刻は午後4時45分です。午後45分までとなります。限られた時間での中での多くの方からご質問をお受けするためにお一人で一度に何問も質問することのないようにお願いいたします。原則として一人一問といたしまして、質問は簡潔にお願いいたします。ご自身のご意見をおっしゃるのではなく委員近に対する質問のみを簡潔にお願いいたします。1巡目終了後時間が許せば2巡目での質問を受けたいと思います。またすでに出された質問と重複質問することはお避けください。円滑な進行にご理解とご協力をお願いいたします。質問される際には挙手をお願いします。私口からお察しまして係の者がマイクを申しますので所属とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。まずはじめに越田長からご挨拶をお願いいたします。はい。今日はなんていうんですかね、いろんな問題がある中でおいていただきましてありがとうございます。それから委員の皆さんも皆さんもお疲れ様でした。よろしくお願いします。それではご質問がある方は挙手をお願いいたします。共同通信の森谷と申します。心の健康度の関係でした資料の 2-4 だったんですけれども、スライドの17、18のところに記載ありますが、放射線の健康影響についての認識ということで、大体約 35% の方が、可能性が高い、また非常に高いという回答が出ているということと、あと、18のところ、ちょっと直接関係があるのかあるんですけれども、その心身の問題についての相談先で、およそ4000人の方がその相談できる人とか機関がないというふうにご回答されていると。で確かにこう心配、放射線の影響について心配を持っている方がいらして、不安に寄り添うということは、大切な議論の中でも出てましたけれども、一応こういうデータがあることについてですね、ちょっと星さんに受け止めと、背景にどういうことがあるか、また今後どういう対策、方策が求められるかということで、ちょっとお話を伺いたいと思います。ありがとうございます。先ほど の議論の中でもお話をしましたけれども、科学的ないろんな説明と別にですね、やはり県の中に放射線の影響、それも次世代への影響を含めてですね、大変心配されている方がいらっしゃると。ただ一般的な地域から比べるとむしろ理解が進んでいるという傾向も読めるんじゃないかなというようなお話もございました。それにしてもいずれにしてもですね、やはり放射線に被曝をしたあるいは事故に遭ったということ自体がですね、大きな心の傷といいますかになっている可能性は否定できないと思いますし、それにどう寄り添うかというのが一つ我々の使命だというふうに考えています。また相談組織がないというのは本当に多分この放射線の影響や云々だけじゃなくてですね、今地域医療の中で地域包括ケアというふうに言われていますけれども、相談相手のない孤立した家族という家庭というのが、例えば核家族化やさまざまなこと、一人暮らしの方が増えて、さまざまな問題があると思います。したがって何か一つを解決すればすっと解決する問題ではないと思います。県や市町村や、もちろん医師会や医療機関やさまざまな NGO やさまざまな人たちが、みんなで寄り添いながら、そういうその孤立をする人たちをなんとか、救うといいますかね、に手を差し伸べられるような体制を作れたらいいなというふうに改めて思いましたし、県民健康調査で全てが解決する問題もございませんので、これは県のさまざまな施策や先ほど申し上げた市町村の取り組みや団体の取り組み、あるいは医療の取り組みということでも、我々は手を、あるいは介護もそうかもしれませんが、手を差し伸べなければいけないというふうに改めて感じたところですし、それに向けて努力をしてまいりたいというふうに思いました。ありがとうございます。他にご質問のある方、挙手をお願いいたします。
LCM プレスのおしどりと申します。よろしくお願いします。サポート事業について伺いたいのですが、昨年サポート事業の交付件数について情報開示請求をしたのですが、平成27年度は手術件数が43、経過観察が78の121件だったのですが、今日の資料を見ると42件となっているのはなぜでしょうか。なぜ手術件数が1件少なくなっているのか、もしご説明していただければよろしくお願いします。数の問題ですね。これまとめていただいた県の方からご説明をお願いします。はい、県民健康調査課の鈴木でございます。改正金がどの時点かというのはちょっとわからないんですけども、私どもの方では集計した直近の結果が今日示した数ということでございます。 ありがとうございます。開示請求したのは昨年なので、最近の分が1件少なくなっているので、ちょっと時系列として、昨年の5月に開示決定通知を受けて出していただいています。すみません、手元にですね、詳細な資料がないので、この場でお答えできません。わかりました。また後ほどご説明よろしくお願いします。他に質問のある方はお願いいたします。はい、雑誌科学の田中です。続いてサポート事業についてお伺いしたいんですけれども、県にお伺いしたいくってですね、それについて、県立医大にご意見を伺いたいんですけれども、今日の県のお話では、手術77件のうちですね、5件が経過観察に移ったものであるということだったので、これは事実の確認ですけれども、質問じゃなくて、この5件が、県としてはその現在、補助セミナーとして、集計されているもの以外の数値に入ってないものであるという理解でよろしいですか。このどうぞ。失礼しました。これはあくまでも、本人の申請に基づいて集計した結果でございますので、以外の報告とは別というふうに取り扱っていただければと思います。はい、もちろんこれより多いということがですね、経過観察に入って補助線外になっているという例がですね、少なくとも8件あるということが民間基金の集計から分かっているので、これよりも多いわけです。それで県立、これから質問なんですけれども、というようなことがございますので、サポート事業についてですね、やはり言い方が難しいですけれども、どれだけ、そのリーチしている、届いているかという問題があるのかもしれないと思うんですけど、そのあたりをどのように考えるかというのを言いたいと思います。これ誰に対する質問ですか。医大にです。はい、医大の方に。はい、サポート事業、はい、これサポート事業は県ですよね。すみません、医大にですね、これは行政として取り扱う資料でございますので、医大の方に、伝えるということはしておりません。あくまでも申請のあった情報を集計したということで、検討委員会にお示ししているということで、ごめんなさい、では質問先を間違えたので、県の方に今の質問をお願いします。つまり、届いてない方いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、どういうことか。すみません、もう一度質問お願いしたいんですが、ですね、いや、私から答えていいのかどうか分かりませんが、先ほどの議論をしたことだと思いますよ。つまり届いてるか届いてないというか、どれほどカバーしているかについては、環境省の皆さんもおっしゃってたように、十分でないという側面もあるかもしれない、それから内容についても十分じゃないかもしれないと、これ考えましょうという話です。ですから全て、あるいは他の医療の補助の制度などによってカバーされている場合は、それはカウントというか、申請が来ないということで、申請主義でやっているものですから、そういう限界があるということは当然私たちも認識をしています。その上で県の方何か答えることがあります。はい、座長に説明していただいた通りでございます。先ほども申しましたように、申請のあった方の情報を集計したものでありまして、子ども医療費助成等で、医療費無償となっている方の情報が含まれておりませんので、保
険診療移行後の情報を漏らしているものはないということを改めてご説明させていただきたいと思います。他にご質問ある方いらっしゃいますか。毎日新聞高木と申します。よろしくお願いいたします。今のこともちょっと関連するんですが、今までの検討、今日の会というよりは今までの会で課題になっていたことが残っていると思って、一つはその、今 の, その経過観察の方からどのくらいがんが方がいらっしゃるのかっていう、あの医大で調査をなさるっていうことになったと思うんですが、それがどうなったのか。それからもう一つの宿題が、その、今日もその鈴木先生からもちょっと話題になってましたけれども、地域差ですね。その地域ごとにがんの出る割合が見かけ上は違うように見えると。でただしその背景因子を分析しないといけませんねと言って、そこで止まっているかと思います。でその今の申し上げた2つ、経過観察の方のご調査はどうなっているか、今後の見通しはどうか、それからもう一つはその地域差の分析のつなの現状はどうなっていて今後の見通しはどうか、それをお願いいたします。はい、ですね、経過観察からどれくらいかという話はこの間議論になっていますが、いろんな意味で限界があるというふうに私は認識しておりますし、地域差の話は先ほどのお話にあった通りでありまして、出そろわないものは出そろわないということですが、これらはですね、いずれにしても甲状腺評価部会の方できちんと議論していただくというつもりで前回引き取ったつもりでございますので、今日の会で積み残しというふうに私は認識しておりませんが、何か結果的に発言があればどうぞ。です。両方 の, その、調査というか、分析というか、それは両方ともそれがこれやってる途中だと思うんですけれども、おそらくはね、今日出てないということで、それがどういう状況にあっていつ頃出せそうなのかという見通しを教えてください。見通しは私は今は分からないので、もし県の方なのか医大の方なのかこれは分かりませんけれども、そこをお答えられる方いらっしゃれば、はい、どうぞ。7月8日に甲状腺部会が開かれまして、その中の一つのテーマが最初の頃 の経過観察中、医大でどのくらいの症例が経過観察中になっているかという実態の報告は出されると聞いています。私自身はまだデータ自身は受け取ってません。それから地域間の差を今後どう解析していくかということに関しては、前回の甲状腺部会の中でも一定議論は進めてますが、最終的にはバイアスをどう、バイアスのない解析をするためにどういうデザインが必要になるかという議論、一般論で今のところ止まってます。実際にそれをやろうとすると個人の占領っていうものをある程度もうちょっと明確にしていかないと、同じ時期に受診してても占領の違う人が入ってるわけですね。ですからそういう年度の受診機会でいろんなバイアスがかかってるとしても、占領まで落としていくとそれはある程度バイアスを解消できる解析方法になっていくんですが、それの具体的な占領をどうするかとかっていうような議論はまだできていないというのが現状かと思っています。今教えていただきましたありがとうございます。占領 の, その再構築というんでしょうか、何というんでしょうか、その個人の占領の推定というのはその内部被曝も入れてということなんですごく難しいんだと思うんですけれども、それは実現する見通しがあるんでしょうか。今公的なものとしてはアンスケアの報告書で地域、避難ルート元の代表的18パターンで占領が出されてます。でそれはまだ過大評価しているようなところもありますんで、今その再評価をいろんな研究者がやっております。でアンスケアの報告書の改定っていうのは私聞くところですと
事故後10年を記念し、まあ2021年頃をめどにして再評価をするというふうに聞いておりますので、まあ、日本の私たちも含めて研究者はそれに向けて再評価に資するようなデータを今一生懸命集めているという状況です。つまり、バイアスを消すために個人ごと の, その線量を引いたいとおっしゃるところでは分かったんですけども、つまりその、なんとなくそのパターンでって言われてそれをやるときはきっといかないのでしょうから、この人はこのぐらい、あっちの人はこのぐらいっていうのを一人一人調べるというお考えなのかと思うんですが、それとても大変なことのように思えて、それはほとんど不可能に近いのではないかという思うんですが、できる見通しがあるんでしょうか。個人調査票で行動調査票がある人は理論的には評価が可能ではないかと思ってます。ただ実際に行動調査票を出している人のパーセントが高くないんで、将来何らかの解析ができるとすると、今外部被曝線量でそれぞれ個人の外部被曝線量を使って症例コホート研究的な解析をやってますが、あれに近い解析は内部被曝に関しても将来できる可能性があると私は思ってます。はい、他の申し訳ありません、他の質問の方もいらっしゃいますので、他の質問の方もいらっしゃいますので、次の質問の方に移らせていただきたいと思います。今何年先っていうふうに明確に答えることはできません。例えば私たちの研究班の成果としては来年度出していきますので、方法論はできますが、それを個人に還元していくっていう作業になると、それはなかなかすぐできるようなものではないです。はい、他に質問の方いらっしゃいますか。報道ステーション平野です。富田先生と成井先生にお聞きしたいんですけど、今日の会議で患者や家族の声を聞くべきだというお話がありまして、ただちょっと違和感があったのが、これまでずっとこの検討委員会を取材してきて、で患者の家族会も取材してまして、そうすると患者の家族会はホームページにも上がってますけども、星座長とか県立医科大県知事等にかなり何度も要請文とか質問状を送ってるんですね。でそれについて取材すると返事は来てないと、黙殺されている。それと今日の議論、富田先生と成井先生がおっしゃった患者側のちゃんとお話を聞くことが大事、重要じゃないかっていうのと、検討委員会が今まで実施してきたこの行為と乖離があるように感じまして、その経緯は富田先生も成井先生も知らないかもしれませんけども、そういった事実をお聞きになってどう思われますか、富田先生と成井先生。ちょっと富田先生、成井先生の場合に私から答えますけれども、黙殺しているというのは、私は全て提出されたものは目を通してますし、誰かとなく必要というか出されたものについては検討委員会皆さんに回覧するように指示をしておりますので、全く返事が来てないというのは黙殺じゃないかと私は思っただけで、別にそこの言葉の問題じゃなくて、いや黙殺しています。返事は出してないですよね。返事は出してないと思います、ね、はい、いや意見としてお伺いするということであって、意見としてお伺いしましたという返事もすらないみたいですね。いや意見としてお伺いしましたということですよ。はい、はい、成井先生、成井先生ちょっと富田さん何か発言するならどうぞ。富田ですが、私はそういう意見書来たとかいうそういうのは連絡は受けてないと思います。まあ私のことですから、たくさんメールが来て見落としあるかもしれませんけれども、県の方から来た記憶はございません。
他に質問ある方。私は県からメールが来て、こういう質問が来てますっていうことを参考までにお知らせしますっていうことは受けてます。そのことがここで取り上げられて話したことはないということも事実だとは思います。他に質問ある方はお願いいたします。すみません、古い時のですけれども、志村先生に今日の委員会の中で、鈴木先生の方から地域ごと自治体別の数字ですよね、あれを、今年度も出してあった方が並んでて分かりやすいんではないかと話あったんですが、これ今まで僕は半年近く同じことを聞いていて出さないという回答で一貫してたんですけれども、今日ちょっと回答変わったんですが、何か考え方が変わったんでしょうか。今まではそれで個人のプライバシーに関わるものだから出さないという説明があって、今日は会津に関してはまだまとめてる最中だから出さないという、なんかそれも説明も少し変わってるんですけれども、ちょっとその経緯を教えていただけないでしょうか。私はそういうふうに認識してないんですね。地域ごとのというふうに私は認識して、地域ごとのものはまだ後半部分が出てないので出せませんというふうに私は認識しました。そう取りましたか。私はそう思ってますが、いやいや、今までの説明がそうじゃない。いやいや、そうでもないですよ。いや、今日の説明はそうですよね。どうぞ、なんかどうぞ。ちょっと私、前出てないので、ちょっと正確ではないかもしれないですけど、はい、前、市町村別のデータは人が少ないからっていう話だったと思うんです。で、4地域の、4地域別のデータは、丸三の31ページにありますように、平成28年度の二次検査は 72.7% 進捗しているのに対しまして、平成29年度は 40% しか進捗しておりませんので、一応それが揃った時点でいつも出しておりましたので、いつも同じ、以前と同じ対応をしていくということで、県のものと変わりはないと私は認識しています。そうすると自治体別のデータは今後も出さないという方針に変わりはないということですかね。その通りです。で、この件に関しては以前もお伺いしているんですけれども、委員全員の方の合意ということでいいんでしょうか。それとも議論の中ではまだ途上だったような、要するにその出すか出さないかはこれから検討していくという話があったようにも思うんですが、私からそれで答えますけれども、基本的に県からそういう機運があるという件でございます。大からも提案されますし、すでにその議論は終わっているという認識です。確認です。すみません、はい、県からそういう点はあったんですか。この議論に出されるときに市町村別はそういう可能性があるという議論が出されて、私たちとしてもそういうふうにしましょうというふうに決めたというふうに認識しています。他の質問お願いいたします。NHK の飯田です。よろしくお願いします。心の健康調査で、県外の人が子ども科の大人にかけて、全て、状態が深刻だという報告がありましたが、その県外の方に、なかなかその支援が届きづらいというような先ほど議論があったと思うんですが、ちょっとこれ課題なのかなと思っていて、その県外の人がより深刻だというその分かる範囲でどんな背景があるのかということと、今後どういうようなですね、支援を考えていきたいかという2点をお伺いしたいです。ありがとうございます。確かにその議論出ましたし、そこに届くのは非常に難しいねという話ですが、ただ難しいねと言って放っておけないねという話も先ほど出たところです。具体的な背景についてはご発言いただければいただきたいと思いますし、県外で、特に孤立をしているような人たちについて、避難そのものがですね、孤立を呼んでいるという可能性もありますので、そこら辺も含めて対応していく必要があるんだろうなというふうに思いますが、何かご発言があればどうぞ。個人調査室の前ですけども、結果から見て取れることは、一つはもちろん県外に来まして、本当に軽視草が高い、うつの不安が、うつの可能性があるという人が高いということを考えすると、やっぱそこで適応というか、そこでの環境に馴染むのにご苦労されている方がおられるということはまずあると思います。で、もう一つはですね、
特にトラウマ反応が強い人がやっぱり県外に多いと。これはやっぱり、当然のことなんでしょうけども、被災体験が深刻で、それでトラウマ反応が強く出た方がトラウマ反応には回避といって、そこのそういった記憶を呼び起こすところからこう避けたいという気持ちが生じます。ですからその症状の一環としてやっぱり県外に行かれたと、つまり具合の悪い方が県外に行かれたという可能性もあるかと思います。他に質問ある方いらっしゃいますか。アワープラネット TV の白石と申します。先ほど毎日の高木さんがご質問した関係なんですけど、個人ごとの線量把握に関して、今坂井先生が、甲状腺がんになった患者さんの資料を使って、多分血清か何かで個人線量を推計するというか、その解析がうまくいくかどうかちょっと私もよくわからないんですけど、なさってるかなというふうに思うんですけれども、その研究というものがどういうものなのか、多分この議論と関連しているので教えていただければというのが1点と、それに関連してこれに関わる研究はなんかこの検討委員会で事前に研究計画が通ったあたりでご報告されるといいのかなと思うんですけども、よろしくお願いします。今の話はですね、今日の議論とちょっとずれてますし、その準備しているかどうか分かりませんので、どこまで答えられるか分かりませんよ、そこは。それと事前に何かそのここで検閲するみたいな話とするならば、それは私はないと思いますけれども、検閲じゃなくてというのは今日議論してません、その話を。でその話をもし議論するとすれば、評価委員会の中で議論していただくということになりましょうし、今日はその議論してないと思いますが、そうするとどうやったら新たな議論にすることが可能なんでしょう。つまり新たなその議論になってないことを、質問の関連で、教えていただくのに、そこで議論しないとならないということと、新たにそんなことを申し上げているのではなくてですね、どういう個人線量になっているのかということについてのさまざまなアプローチがあるというのはもちろん鈴木先生が把握をされていることでしょうし、それをどういう形で議論の中に取り上げていくかというのも評価委員会で決めていただくことだと私は思っていますが、鈴木先生、何かコメントがあればどうぞ。はい、まずはちょっと私も具体的に今の血液の方から線量という議論あまり把握しておりません。ですから、ちょっと後で関係者からどういうことかというのを情報を仕入れまして、私たちの部会で議論すべき内容なのかどうかということを判断していきたいと思います。先ほど申し上げました通り、ご質問につきましては本日の検討以下の議題を踏まえて、ご質問くださるようにお願いいたします。他に質問ある方はお願いいたします。毎日新聞高です。2度目になりますけれども、よろしくお願いいたします。志村先生に伺いたいのですけれども、今日その清水先生からご質問があって、その細胞診を実施する割合が随分下がっているけれどもどうかということがあったと。でその時に、以前に細胞診を受けた方はその、なるべくやらないという、検査をしないという基準を、そういう運用をされているという説明があったんですが、その運用は一体いつからやっているかということが一つ、それからその、画像をだんだん正確に見られるようになってっていう話をされて、基準は変えてないんだけれどもっておっしゃったのは、実質的にはこれは基準が変わっていて、以前だったら細胞診をやるような人も、やらなくなっているという見方をしていいのか、ちょっとそこのあたりの説明をお願いいたします。はい、ですね、細胞診の実施については今その発言先ほどありました、基本的には本人なり家族なりの同意があってということなんでしょうけれども、志村先生コメントがあればどうぞ。実際何も所見が変わっていないのに細胞診を繰り返すっていうのは通常診療で行われてないことですし、倫理的にもそれは良くないことだと思ってますね。当然の運用としてやっています。
ですから何か、ね、あの所見が変わったときは対応者の提案をすることになろうかと思います。ですからそれは、まあ、あまり問題というふうには認識していない。あの問題かどうかじゃなくて事実としていつからこういうふうな、そういうふうに運用されてますか。それは最初からです。最初からです。最初っていうのはつまり2巡目の検診からということでいいですか。そうです、もちろんそうです。はい、はい、もちろんです。他にご質問ある方。あの今続きがあったと思うんですけど、そのあのなんか画像の下の生活性が変わったとかいう話をされたと思うんですが、他の質問ある方お願いいたします。基準は変わってないです。え、あのなんかその、自分たちが画像の性格に読めるようになったので、あの自分は変えていないと言いながらというのことを最初おっしゃったと思うんですが、まあ、例えばですね、この部屋が明るいか暗いかっていう判定をする場合に、その絶対的基準はないですよね。その、まあ、受ける印象というか、そういったことで決まる、まあ、それぞれあの微妙なグレー、あの白か黒かではなくて、白から黒までのグレー、あの連続したものがあるわけで、そこでどういう所見を取るかっていうことに関しては、経験がだんだん積んできています。でもその判断基準は変わらない。その、まあ、判断基準はあの本に書かれている通りの基準を使っています。他の質問ある方いらっしゃいますので、他の質問に移らせていただきたいと思います。他の質問ある方お願いします。今説明した通りだと思うんですけどね。言葉で明るい暗いと言ったら変わってないけど、実際に例えばじゃあ照度計を持ってきてここにあるって測ったら、あの明るいに属するルクスは実は昔と今では変わってます。こういうことなんですか。そういう理解ですか。超音波所見を検査者が判定して、それであの規定に当てはめてやってるわけで、それを判定するあの技術はあの経験を積んでますから技術が上がってるっていうことだけで、判定を変えてるわけではありません。基準を変えてるわけではありません。ある一つの画像があって、他の質問のある方もいらっしゃいますので、あのちょっと非常にあの曖昧になって、あの昔は解剖やってたけど今だったらやらなくなるということは同じ画像でもあり得る。他の質問に移らせていただきたいと思います。あの今言ったという理解をしますが、それだったらいいですか。あのちゃんと質問してるのに、あ、変な方が言ったという理解をしますよ。あ、すみません、実は我々は。あ、ですから基準は変わってないということでお答えしています。同じ一つの画像があって、あの技術が低い頃だった、昔の技術が低い頃であれば、これは解剖というのは回したかもしれないけれども、技術が高くなった今なら回さない、こういうことがあるということ。そういうことは言ってません。精度が高くなったっていうふうには個人的には思ってますけど、そうそういうことはない、お答えないと思ってますけど、はい、お答え以上ですのですので、次の質問に移らせていただきたいと思います。フリーの機能ですけれども、ちょっとすいません、今のお話よくわからなかったんですが、その精度が上がったのでもなくて、技術、一方でその技術が上がったから今までは細胞診をしていたのをこれはしなくなったというようなご説明もあったんですけれども、そうすると要するに見る人の見方が変わったので細胞診に行くか行かないかの判定が変わってきたというふうにも聞こえるんですが、でね、もう一つこれ実際に判定しているのは別にその総合技師の方ではなくて、医大の中の委員会ですよね。そこでのその判断が微妙にその細胞診をするかしないかの部分っていうのが変化してきたというふうに今理解できたんですが、そう考えていいんでしょうかね。そうではありません。あの判定基準は変わっていません。いや、判定基準は変わってないのは分かるんです、はい、ガイドラインがあるんでそこは変わってないのは分かるんですが、実際にその細胞診に関して今の技術が上がったというお話であるとか、経験が上がったから変わっているというお話があったので、それはその
意味どういうふうにリンクするんでしょうかね、その基準が変わってないという話とどう整合性を取ったらいいんでしょうか。いや、あの基準は変わっていなくて、あのその精度が上がってきたっていうことはあるかもしれませんっていうことは言いましたけども、あの基準が変わっているわけではありません。質問、いや、すみません、あのちょお答えが今の説明聞いててお分かりになりました。僕分からなかったんですけど、あのお答えになりましたので、その質問に関しては以上でよろしいでしょうか。いや、あの何も変わってないのに、じゃあ変わあの経験が上がったからというお話はじゃ関係ないわけですかね。どういう意味で経験が上がった。1回目に細胞診を行った、2回目に細胞診を行ったという方がだんだん蓄積していくということが大きな理由であって、あとは精度が変わってきて多少左右することはあるかもしれませんけども、そういうこともまあそういう面もあるかもしれないということで、それが大きく作用したとは考えています。かも、事前に申し上げました終了時刻が近づいております。次に質問のある方をお願いいたします。すいません、フリーマだと言いますが、先ほどあの富田先生もあの県民の声をちょっとあの聞いた方がいいんじゃないかとお話がありまして、まあ、以前からあの春日先生も何度もそういった提案をしていると思うんですけれども、委員会として、まあ、実際その県民の方を呼ぶなり、今まで提出された要望書なり何なりを、議題として挙げて、もしくは、まあ、県民の方を呼ぶのかどうかわからないですけれども、そういったことを、やっていこうというお考えあるんでしょうか。あの何度かあのそうやって意見あの繰り返しになりますけど、あの過去も出されているんですけれども、まあ、今までその対応されたことがないので、まあ、県の方で県民の声という形 の、 あのペーパーを何度か出したことはありますけれども、その辺のことをお聞かせください。はい、ですね、県民の声って非常にその大事なことだと私は思っています。まあ、出される要望書や質問状の類は、先ほどから何度も申し上げているように、こういう団体からこういうものが来ていますということについては、まあ、先ほど富田先生受け取ってないって言いましたが、ちゃんと回覧してますので読んでください。で、まあ、系統的にそういう人たちに来ていただいて、あの公聴会みたいなのやるかどうかっていうのはですね、非常にその重要な判断だろうと私も思いますが、まあ、どういう人たちをどんなふうに呼ぶのかっていうのは非常にあの問題もありますし、プライバシーの問題もありますし、まあ、いろんなその考え方の違いもあるでしょうから、こっちを呼べばこっちを呼ばずにというようなことになると非常に大変だということは思います。ただだからといって県民の意思あの意向や意識をその組まないわけにいきませんので、我々とすれば寄せられるさまざまな意見をそれなりに汲み取っているつもりです。ただ個別のですね、声の大きな方の意見だけを聞くことが正しいことではないと思いますし、一方声が出せない人たちもいるのかもしれません。県外で本当に困っている人がいるかもしれません。そういうところにアプローチするのは非常に重要だと思いますし、その一つの方法としては、その今あの心の健康調査やあるいは妊産婦の調査などで出てきているさまざまなですね、対応の中で出される意見、それは我々直接きちんとあの引き取っているつもりです。それでもなおですね、足りないものがあるとおっしゃるのであればそうかもしれませんが、現にそういう仕組みがあるのでね、あえて今誰かを代表者として呼んでここに呼んで公聴会をするみたいなことを選択していないだけの話です。あの県民の声を無視しているというふうには取らないでいただきたいと思います。他の質問ある方お願いいたします。今の件ですけど、まだ委員で一度も話し合ってないじゃないですか。春日先生が提案し、富田先生が提案しただけで、それであの終わっているので、あのどんなふうにできるかとか、どうそれをこうすることがどうあの必要と考えるかどうかとか、そういうのを委員同士の中で話し合うのはどうでしょう。森先生、そうおっしゃいますけど、出たときに僕は皆さんのご意見を聞いているつもりであります。したがって、それぞれの意見がありますので、いやでも現実にですね、現実にごめんなさい、現実にいやいや、ちょっといいですか、ちゃんと聞いて、あの今成井先生がおっしゃったことは、我々があのそういうことを全く無視しているというわけじゃなくて、その春日先生のご発言の時にも追加的にご発言されることがありますし、私からも説明をして
まあ、議論をすれば議論をするという機会がなかったわけではないと思いますが、まあ、テーマとして取り上げる必要があるというふうな、まあ、ご意見であるんだとすれば、あの僕はそうしてこなかったつもりはありませんけれども、足りないというのであれば、それに対応したいと思います。他に質問ある方はお願いいたします。では前の、僕の挑戦。フリーランスの相原ですけれども、今 の, あの座長のお話で、その、こちらの委員会の中で何を議論するかとかですね、何を議題に挙げるかってことはどういう、ステップで決められているものなのでしょうか。またそれはこういった人権に関わるもの、健康に関するもの、またあの倫理に関わるものでありますから、非常に民主的な運営というのが求められると思うんですけども、それについてちょっとあのご意見というか、はい、あのご回答をください。私が民主的な人間じゃないと思ってますね。私は民主的な人間ですよ。ですから皆さんに他に発言はございませんかと必ず聞いています。最後にも何か特別なご発言ありませんかと聞いています。その時に今日は、いつも言うことだけだと言って、ご発言がございました。ですから私はその議論にしたり、そのテーマとして挙げることを禁じていることはありませんし、この間もある先生がそれこそこれはその人権の問題じゃないかと、あるいはその患者のあれ無視してるんじゃないかと議論がありましたから、それはきちんと取り上げさせていただいて、今日ちゃんと議論させていただいてますので、そういう批判は私は当たらないと思います。なんか失礼じゃないかなと思ってちょっとムカッときました。はい、すみません。今日の委員会の中でも例えばあの県民から上がってきたそういった意見はどういうふうに扱われているかとか、終了時間近づいておりますので、あ、これ重要だと思いますよ。よろしくお願いいたします。福島県民がルールってあの関連じゃないですか。しかもこ の, あの運営委員会というのは国民の税金で運営されているものですよね。ですからやっぱりいかにその民主的な運営の中で県民の意見だとか、あの会の運営自体がどういうふうにあの民主的に行われているかという、非常にそのこの委員会の質を担保する上で非常に重要なものではないかと思います。今県民の方もたくさん聞いている話ですよね。しかも子どもさん持ってるお母さんなんかは自分の子どもの問題、そして質問は簡潔にお願いいたします。ですからあのその民主的な運営という中でその住民からの要望だとか意見だとか、あの何度も同じことを答えさせていただきますし、あのご意見ではなくてご質問ということでお願いしてますので、あのあれですけれども重要な問題というんですから、私も重要な問題としてお答えしています。皆さんにいただいた意見は回覧という手段が足りないというのであれば、それはから足りないということであれば、そういう議論にすればいいんだと思います。封じているわけでも発言を抑制しているわけでもありません。皆さんの目の前でやっていることです。そのことを発言するなと言ったり、事前に打ち合わせをしてこれをするなと言ったことは一言も一回もありません。申し訳ありません。他に質問ある方お願いいたします。たびたび失礼します。LCM プレスお一人と申します。細胞診の受診率について伺いたいのですが、志村先生のご発言を書き起こしたんですが、1回目、2回目、3回目の繰り返し受診が多いので、超音波を取って大きな所見の変化がない場合は細胞診しないとということですので、先ほどのご回答で2巡目以降から判断基準で初診であれば細胞診はするけれども、所見がない場合は細胞診しないという理解でよろしいでしょうか。あの次合わせるとそういうことかなと思ったんですが、どうでしょう。所見がないからってことですか。あ、いや、所見に変化が大きな変化がなければ、はい、なければ2回目以降は1回目の細胞診を採用すると。で、あのそのご説明であれば、あの毎回 B 以降の、B 判定以降の選手細胞、あ、すいません、これ確認なんだ、質問ではないです。あのちょっと、その理解で合ってるかということです。で、毎回 B 判定以降で選手細胞診をされた方々が再度もう一度一次検査から受診されるのが何パーセントかということをあの教えていただければ、細胞診が受診率が下がっているということは、あの繰り返し受診が、細胞診した方の繰り返し受診が事実として増えているということで、あのすごく分かりやすいご説明になると思うんですが、それは教えていただけないでしょうか。どうですか。ちょっとただ今データを示するのはちょっと難しいです。分かりました、
あの議論の中でも受診率の低下は、あの各委員の方々も、時間もありませんので、はい、各委員の方々もご意見でおっしゃっておられますので、あのデータを整理して繰り返し受診が再更新された方で繰り返し受診がどれくらい増え、あの判断基準に照らし合わせても取らないというのがどれくらいあるのかということをご説明していただければ。他の質問に移らせていただきます。すみません、NHK の三田です。皆さん、ちょっと確認なんですけれども、甲状腺検査サポート事業で、病理診断結果の77件のうち、検査の、まあ、枠組み以外で見つかった方が5件あるということですが、これはこの、30名までの199人には、入っていない可能性があるっていう理解で大丈夫ですか？どうでしょう。あの医大の方で、報告してます件数とあのは全く別ですので、これはあくまでも経済的支援として申請のあった件数の中で集計させていただきますので、そことの関連は直接はございません。あの今後その医大と、まあ、情報を突き合わせて、まあ、もし入っていない場合はこの5件も含めて、まあ、検討委員会として評価していくということで大丈夫ですか？あくまでも経済的支援が第一義ということになってますので、そういうあの、まあ、そう言ってみますか、あの臨床的な立場とかそういうもので集計をしているものではございませんので、あの今日検討委員会の方で、ご意見がありましたことを踏まえまして、国と協議しながらですね、どういう情報を出していくかというのは今後検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。事前に申し上げました終了時刻になりましたので、これにてちょっといいですか、記者一言、僕ここに喧嘩しに来てるわけじゃないですよ。で、ね、で本当に僕も県民のことを心配しているつもりです。そう見えないかもしれませんが、本当に心を砕いているつもりです。でその質問していただくのも結構ですし、私を責めていただくのも結構ですけれども、みんなで声を上げてね、私を責めるようなことで、そうだそうだ大事なことだ、お前も答える、何しろっていうようなことを言われるのは非常に私もですね辛いです。だからそのこういうそのなんて言いますかね、記者会見の中で皆さんと理解を深めようというために集まっていただいて、こうやってみんな来ていらっしゃると思うので、私はそういう態度をですね、私も取りたいと思いますし、皆さんにもお願いしたいと思います。ありがとうございました。事前に申し上げました終了時刻となりましたので、記者会見を終了させていただきます。本日の日程は全て終了いたしました。ご協力ありがとうございました。これから会場の片付けの作業をいたします。皆様お忘れ物ないように身の回り品を再度ご確認をお願いいたします。どうぞお気をつけてお帰りください。本日の検討委員会日程は全て終了いたしました。これから会場の片付け作業を開始いたします。皆様お忘れ物ないように身の回り品を再度ご確認の上、どうぞお気をつけてお帰りください。